シャドウバース。この世は涙、おえつの海。この世は涙、おえつの世界でできているんだ。こんちは、今日はビショップでね、プロランカーが使用しているデッキというものを紹介していくんやけども、まあ今ウィッチとかねネクロマンサーが多い中で、まあランキング1位の方はなんかビショップ使ってるというまあ噂を聞いたんやけども、まあエイラビショップというものがね結構強いと。やっぱりこのクルトっていうカードがね、こうウィッチのこうクオンを出されても一気に返す手段とかがあるから、やっぱりそういった意味でねビショップってまあ最強なんよね。でまあ新しく追加されたカードが神聖なる先導者、ファンファーレで XX する。 X は破壊された時死後を持っていた自分のフォロワーの数であると。だから4枚、死後破壊されていたら、3コス77のスタッツになると。でエンハンス後で相手のフォロワー1体に 7X ダメージを与えると。それからまあ、新しく追加されたグランドナイトウィルバート、アクセラレート3で正規兵2体出す。死後持っててラストワードで自分のリーダー自分のターン開始時正規兵2体を出し、この能力を失うを持つと。でファンファーレでこのバトル中自分のリーダーは相手のターンに相手のフォロワーが死後を持つ自分のフォロワーを攻撃するとき相手のリーダーに2ダメージを持つと。まあ結構このカードは噂になって、まあエイラビショップと組み合わせたらもう手の打ち所がないみたいな噂になってたカードなんで、まあ今日はねこのエイラビショップの最終形態というものをねまあ使っていこうと思うんですが、アテラのねリメイク版も入っていてイラストがすごいやばいよねこれ。まあシコアドっていうんかな、7コス67で死後持ってて自分のリーダーと自分の他のフォロワー全ては次に受けるダメージはゼロになるを持つと。だから他のフォロワーがいればレイラとかのこう高いスタッツのカードをこう残しながら次のターンリースタル決めるみたいなね、動きをすることができる。こう顔に対するダメージもゼロになるっていうのが非常に強いよね。まあエラビショップに限らずね何かしらのこう一旦しのぎたいというか使えるカードやから、まあ今後なんか期待されるカードじゃないかな。すごいアテナ面白いカードやなと思います。まあ今回ね、このデッキ使っていくんやけども、面白いなとかね、他の動画を見たいなとか参考になったなって方はぜひチャンネル登録と、高評価をねよろしくお願いします。さあ現環境最強のウィッチに遭遇していく未来の景色を感じるずら。まあとりあえずねやることはやっぱエイラ引きたいんやけども、まあエイラ引くしかないな。とりあえず性能の、おいいね。エイラが来たことこそが全ての次元に終止を打つ答えになるんだ。まずは1点目。さあ1ターン目は何もない。響けマントラ矛盾の彼方へ。まあエイラビショップも綺麗な動きあるよね。1コス2コス3コスみたいな。背中のコブは天使の翼。おっとこれライリーウィッチか。へえ。腕が鳴りますね。まずは1点目。いやマジか相手これ。いやなんか結構ライリーウィッチはね、あのウィッチに なんか結構盛り返してるとは聞いたんやけども。さあここは盤面処理しながら、あれか、熱くしてくれよ火の元素よ。よく盤面返してきたね。なかなかやるじゃないか。まあ一応こいつ3コス44と展開するか。まあ展開まあ悪くはないね。まあ5コスで出すのがまあ理想的であるんやけども、まあ3コス44の効果結構強いと思うんで、ここはもう強気に展開していくか。さあナテラの退治を展開しながら荒野の休息と。まあこのアテナがなんか刺さりそうやね。そう簡単に私のデッキを落とせると思うなよ。おお、あこれ当てる。おお進化残すパターンか。まあ長期戦を見据えたって感じかな。願いは宿題、祈りは魂。まあどちらにせよエイラの前では無力よ。でここは強気にね、もうリペアモード使っちゃって。67の死後って結構硬いからね。さあエレメンタルマナーを使いながらマダニアの偉大なる研究。俺のムクロ受けるんだ。だが67の死後突破すんなきついなこれ。おっと、おおお、明日も俺が導く。おっと、何もできやしないんだ。これがエイラビ。いやーロマン性あるな。だから芝からでええな正直。焦る必要ないんでね。響けマントラ矛盾の彼方へ、さあ行こう。いやー焦る、いや強いな。さすがエイラやな。もう鉄壁やなほんまに。一枚一枚が手堅すぎるわ。さあナテラの退治を使っていきながら、
いや6、7突破すんのがまずきついよな多分。まあ7、2はワンチャン取れたとしても、俺の抜くまま汗をかくぜ。まずは1点目。いやーでも6、7突破できひんの結構きつくないか相手。面白いものを見せてあげるよ。じゃあさあ引いていく。まあエイは進化で良さそうやね。まあこれでもほぼ勝ちでしょ。まあ地獄、いわゆる地獄ってやつやね。叶えるためにやってみます。熱戦。ほんでまあ機械並べてもうリペアモード使ってしまえばもう完成よ。エイラ美食の最終形態よ。のほほはははは。うほほはは。うわいいわ。うわ出た。これあれか。うおーおお。あらバレちゃった。さすがエイラビショップやな。でもさあエルフに遭遇していく。なんか森版やったっけ、なんか森人みたいなのを展開しながら6万以上森人出したらやったかな。なんかそんな感じのまあデッキなんやけど、やっぱりウィッチとかが強すぎるから正直まあエルフは息してないっていうのがまあ私が思うとこなんやけど、これみんなどう思う？これまあ私的にはねエルフは今息してないと思うよね。さあ2コースとも何もない。エラ来いな。呼べば来る。そして行って、いやここ聖堂のあれやな、火薬の方がありがたかったね。さあアサルトジャガージャックでしっかり相打ちしながら森人を1枚加えていくか。だがな、私にはリチュエルというカードがあるんだよ。不幸なだけの私じゃないから。いやリチュエルは結構ね圧力になるよね。まあほぼ実質死亡みたいなカードやからね。まあ取るよね。まあこれはまだ序の口よ。うん、次のターンから地獄が待っているからね。さあエイラ出していく。やっぱエイラはなほんまに強い。一時こいつ2コスでやったってのほんま化け物やったよな。叶えるために、まずは1点目。攻めてゆっくりしていって。さあドリアード召喚。ドリアードは結構珍しいね。珍しいな。許してあげないから。おほほはなかなかやるじゃないか。だがこのデッキにはクルトも入っているんだ。地獄の最中に消えちまえ。ちょっと一回まあこれ打ってで PP 回復する。まあでもリテュエル進化が濃厚か。まあリテュエルがなやっぱ強いよね。まあリテュエル進化が濃厚かな。まあこれが多分濃厚やね。もう悲しみに喜びませんわ。まずは1点目で、これで2、3残って次のターンからね守護が生まれていくと。無限のループの前に、そして、強化していく。出たー。だから史上最強のエイラビショップの前にその程度の雑魚キャラクターは無駄なんだよ。さあ処理していく。出た森人1枚目。6枚以上出てきたらちょっとめんどくさいんやったっけ確か。若葉を倒すんだ、小坂氏だ。だがな私にはクルトっていうカードがあるんだよ。まあ俗に言うチマドンっていうやつやね。チマドン、まあチマドンやな。ここはチマチマせずにドカーンと行くぜ。まあやっぱりこれが強いよね。うーん、楽しいわクルト。外さないぜ。まずは1点目。はい最強。これ7コスで相手突破するの結構厳しいよね。クルトがまず突破できなかったら地獄を見ることになるし、でなおかつこのカード2コスで置いとるにかかわらずまた正規兵出てくるからな。さあ森林の森人出していく。おお族長出すか。いやなんかエルフは結構プレイング難しそうやんね。負けてしまいました。いやー強すぎるな。じゃない